ソマンとは、多分、サリンと並ぶ神経ガスの化学兵器である。その構造から、P メチルホスホノフルオリド酸ピナコリル、あるいは IUPAC 系統名として、P メチルホスホノフルオリド酸1 2、2トリメチルプロピル、と呼ぶこともできる。1944年に、ドイツの科学者、リハルト・クーンによって3番目の G 剤として開発され、GD とも呼ばれていた。 1994年には、オウム真理教の土屋まさみが製造に成功している。常温常圧では、無色無臭、あるいは不純物が混ざっているとわずかに果実臭、小脳臭のする液体。化学兵器としては、揮発させ、ガスとして利用する。サリンなどと同じく、酸や塩基によって、容易に、化水分解する。ソマンそのものは揮発性が高く単独では、 兵器としての持続性を欠くため、ピナコリルアルコールとメチルホスン酸ジフルオリド F2 を使用時に混合して徐々に発生させる。毒としての効力は多分サリーにより強く、ソマンの LCT50 は1立方メートルあたり7 0ラムである。他の有機リン系の神経ガスと同様にアセチルコリンエステラーゼの働きを阻害する。治療薬としてはパムやアトロピンが挙げられる。 ただし他の神経剤と比べて結びついたアセチルコリンエステラーゼを不可逆状態にエイジングしてしまう時間が短いのでパムは数分以内に投与しなければ効果がない。ありがとうございます。